最近あの長官さんがこう流行っていまます長長官官ささんんの話をしましょうか長官さんはもう一度長君と呼ばれているように見えますが実際には凡歌に難嗚しそれも意味で難嗚した文人でした皆さん知っていますよね私たちの歴史で非常に有名な将軍で大きな勝利を収めた将軍でそのために命が知られていますはドラマで 主人公となっています高氷志向換算権の始まりはこのようになっています超官さんの名前はだから名前を高校さんに変えたんだってボンノの名前は後院選だったんだよ今週の人ですどこかというと総理市の今牧局のその今の文字です今牧局のこの地域の人ということですが もちろん今の今牧局の地域ではありません氷君の近畿の領域はおそらく今の近環境よりもずっと広かったでしょうこの地域の別名が実行です氷少々の時代からこの地域は実行と呼ばれていました呼ばれている存在しますつまり四平軍の時ですこの時まで広がってるこんなに広い地域ですねどこかここで生まれたということですしかし 長校さんについて話すときは必ず確認しておかなければならない。持ってい,るいつ生まれたかっていうと、共感官の場合は1030 1年に亡くなります。そして、都年に84を書きました。つまり、青年下日は1931年から74年を引くということですね。 次に加える差し算1をする理由は私たちがよく話す私たちの年齢と同じです。記録があるからですは。生まれたばかりで生き死ぬ時。84歳になります。このような話になります。ですから1031から84を引いて一を足すと948年に生まれたことになります。 少量部の戦いで有名な交換さんについて話が出てくるこんな説明をするときは常に追いかけてくるのが交換さんの年齢の問題ですだから948年に生まれたことがはっきりしていますこれをはっきりさせておく必要があると思いますさて次に我々が知っている共感感の誕生についてです話があります価値が落ちた話ですか地に伝える 初期者が夜中に実行訓に入った時大きな家賃が人間に落ちるのを見た。人を送って調べさせたところ、ちょうどその家の奥さんがスムツ子を産んだそうです。本当に変わった話です、ね。これは何か大きな人物です。これは素晴らしい子が生まれた、ね、直感ですから、その子を。連れてて帰って 育てました、はい、彼がまさにさにんでした王さんは人を使って地方に送る一人も自社と呼びますしたがってこの時に現れる寺社は中国からの寺社ではなく改正ソウルから地方に派遣された管理と見るべきですでこの人は実行軍に来たんですな,なんと言ってもそこですここに来て非常に特別な場面非常に特別な場面を募集しました 死が,がその家に入ったようなこのような絵が描けませんかそして子,子供が生まれましたそれでは、ね、誰でしょうこの子こそがその最地だよだからこの子はとても大きくなるでしょうだから次に少し私たちが検討している部分があるんですがこの子を連れてソウルに行きましただから高院長は今ラッケー台がある。 実行訓で生まれたけど上手にだった背景です。さあ、小関さんの優勝期については疑問だけ出てきます。朝い頃から勉強が好きで優れた戦略がたくさんあった。でも持つに大きくなる人は子供の頃みんなこんな感じじゃないでしょうかどのくらい優れた医学がそういう頃にあったんでしょうかだからこれはあってもなくてもいい話でパス 次の話は歴史的指示で、朝僧の期に価格で収集を取りました。こんな話が出てきます。それで、朝僧の時の核で収集でガンしたっていう話なんですが、これは一体どういう話でしょうかまあこれを小売市の他の過去に指示とされた記録の中央にいる小乗り、選挙地と呼ばれる場所で見れば、朝僧2年、つまり983年です。 12月にはチェスンロが主催する格があります。カオカンさんが意味で選ばれたんです。でも、うん、大事なのはそのしっべが三次流祭だったってことです。子供の頃自分の手で引き連れてソウルへあんがり36年間ソウルでずっと勉強を続け36年間の記録で趣旨を取ったということです。勉強が好きで 才能があったっていうのが今のところこの疑問だけのようです彼は産地流祭で格好に頑固したその次の記録はいつ出るのかっていうと何回も成人して理不思考になりましたこれが示されています長官さんが理不思考であった期間は芸理1 0 9年です983年に学区しました 市議長の植物にすぐ行っているという記録が出ています。ついに二十六年後です。つまり、この二十六年間の記録もまたありません。過去の下腹とがの前です。過去の三十六年の記録は。ありがとうございます。に一度、急激に成績が上がったという記録が、ただ一つ出てくる。また、二十六年間の記録がなく。それを前後に合わせると、六十一年間の記録がないのです。医師たちが知っ。 ている共感いや、さずれて粒子うさです。粒子水以降の花です。これらは粒子遺水です。です管理です。明日知事だけが力強いしゃがんさんの超えた年齢です。していますよ。こんな場合は珍しいですね。古代の国家試験でランク年齢が三十六歳だったら、他の人よりちょっと若いとも言えますね。しかし、粒子遺水を超えてどのように。 名前を出し始めるこれは非常に珍しいことですだからこの年齢が間違っているのではないかと疑問に思うかもしれないので話を始める前に交換さんの青年をはっきりさせておきます確認してから始めるんです黄色い侵略に対して上官前は記録が出ますこの時から正官さんについての記録が 具体的で詳しく始めたんです。量は、氷子をただ量の皇帝とは表現せず、量と表記します。氷のオーバーは、私たちの言葉に、こんな風に翻訳されるでしょうね。このように記載します。氷子。この軍隊を吐いて、水銀に攻撃しました、はい。これは北の第二次侵攻です。 この時は北の彫層が直結入ってきました。増やす。氷に進行してきたと味方が入られたとの報告が上がると、うん、この時感情がたらいる軍隊です。迫,迫したっていう報告が上がると、多くの陳茶が教区を議論し始めました。もう戦うのが難しいと判断したんです。さあ、ここで長官さんがパッと現れるんです。しかし、長官さんは一人で読みます。今日のデクとは、罪は強調にありますから、 心配する必要がありません。い,いえ、これは説明が必要です。な、まあ、召喚さんが中将を暗殺したっていうのです。氷を侵略する口となったのです。侵略の理由になるのは、その前のムクジョンがゴランから作用を受けたので、その立場からは、我々が花粉した国防を、勝手に殺したり、秘密させたりできない。私はその国防、 を守るるるる責任があると主張でできるようになるんですねだからこの時「ナコ公リを侵略する口死は長祖の死儀でした」「公リと戦ってかまった死んだんですよ」だから「カンカムちゃんがその話をしているんです」「今日の時間は罪が感情にあるから心配することはないです」「なぜなら感情がもうなくなったんです」「戦争を続ける理由がない」ということですね。 とてもムンシンダウン的な判断です。そして、その判断がそんなに間違っていなかったんです。戦争を続ける理由がなくなったわけではありませんでした。また仕事です。しかし、現在の少数の軍隊では対抗が難しく、文字通りです。逆に仲裁となり、血の使いを避け、徐々に復興する方法、シワをする必要があります。 この言葉は利益正しいですが実は逃げましょうと言っているんです門に男への避難を進めましたこの言葉を聞いてその野望は公費とともに数人と親金です王の親みたいですね約50人とともにソウルを抜け出しましたこれは実際にジンチンミランの時の建築の避難よりもはるかに切符した状況で行われたんです たった50人のピンしかいなかったそうです。これは、昭、う、和、ん、ムのこのシーンが、長官さんが何か政治的に重要な役割を果たしたと言われる最初の記録です。大阪にゃん、大人の避難しましょうと言ったそうです。その時、迫害の焦燥がルイル軍隊がコミ病でした。奇兵衛を合わせて足島だった。香りの金を全部かき集めて、道中で 戦争の北旦君と戦った時長ょの軍隊は30万でした40万と30万が一か所に集まればどうでしょう3島4島これ信じられるかどうか分かりませんとにかく記録にはそうあります新月9時に主要が戦落し新元日バーニーに戦争が体調機を逃げましょう男にがります そして数日後の前世一年一義一日に会計が戦落します。千四一年一月一日私たちはまるで住民登録番号を書くように書きましょう。前世紀ゼロ焼きゼロ焼きと書く日が来ましたね。この日海峡が戦落しました。あっちゃんだん最終的に海峡を出発して一義四三日夜には落州に到着しました。 この矢にあ船長は北の長僧に何度も父茶をこくり交渉を進めましたあ,あ、この部分で覚えておくべき名前がありますねはい何？光金ですチェイソーと北の両方にとって戦争を続ける正当性がかなり多まった状況ですそれでは効率の外交はどこにあるのでしょうか好点を当てるのはどこですか 少々に戻る理由を与える。これに焦点を当てるんですこの名文を与えます。その名文は、北丹君が帰れば、降陸は平和になるというものです。防戦争から厳正に出た場合、少々に会いたい。これは、恐怖するというよりは、少し、我がいその下の段階で検討します。挨拶に行くという程度の話です。それなら、これでよしとして、 焦燥は氷の国防が来ると約束したから、君を理由を取り戻しました。これで1月12日から領軍が接待し始めます。ここまでの話は、氷と領の戦争の状況は、利儀主義の歴史に、氷外交の詳細は第2話にありますので、それをご覧ください。ここでは簡単に触れておきます。 関心はこの攻撃をしっかりと認められました。承服していたら大変なことになっていたでしょうね。王さんが男に本当に苦労しながら行くんですよ。この王様が手動を捨てて避難したことを逃ぼうというに言いますから、愛をかぶるという意味です。先生は本当にこの言葉地どり愛をかぶってよぎに行きました。 その時から言いましたよねその逃亡中に共闘に遭うって関心のおかげですというこの考えが確かにありますだから関心がこの戦争が終わった後にカーシカンの著事になりそれから官林軍自政し酢賛起上時にその記録は共感賛10点にあります氷が触れる第三次の侵略が起こります長感賛を名講として 記憶させる戦争がが起こりまますクランに小村寮が進行しし兵士はマだと言われました大チ私たちは10万だと言ったのはこれを数えなければわかりません。おそらく10万には及ばなかったでしょう。いわば心理戦ですよね。私たち三千より私たち1万だという方がまず主導権を握るのに役立ちますから10万だ。白馬公のこれくらいです。それでも嘘も何かのために規則があるので 発端ね一つ十倍くらい課長する。そうではないかと思いますが、えとにかく十万と言って、小村令が進行してきました。その時、小励は廃棄面系エイ同時。廃棄面、つまり現在の平安党の方向です。派遣された東裁権を持つ軍事地改官でした。そうすると、恩は高官さんを朝元祭に人命しました。将軍超民主を不超君に人命しました。 軍隊二十万八千三百人を動かして、ここで二十万を飛べようとするなら、二万だと言いますが。二十万八千三百人って言ったので、死は信じざるを得ません。この君を吐いて、幼虫、幼虫は今、青天。川のすぐ男にいます。それは都市で、安州という場所で、これが氷時代はペイブといって、戦争が起きるたびに登場します。 こここれは軍事都市でここににするようになりました。そうしたら朝鮮が金を経過化まで送りました経営化は圧力港のすぐ下にあります新遺衆の隣にもともとあった場所を一衆と呼びここに来て奇病12,000人を選抜しました慰安幹部に副部を配置したと大きな給費を通した大きなマンデー 聖堂側の大きなを裁いた彼らを待っていた一文敵の支えての対戦の再現です同じことをしました地が来たら水流を開けて福べ衛を突きさせ大白させました、まあ、つまりその剣風をここで一度整理しましたああ聖火神の戦いと呼ばれているものです しかし、北杏君の本心は、この白木にもかかわらず、継続しました。くからね、降りてきます。諸官令が君を吐いて、しし聖火神で下がったのに、まあ、そこで向けた領君が下に降りてきて、海峡まで来たんです。その時、町民社不玄祭です。不玄祭の町民点がしばしば、これは平安、 何度順天でここでたたえび、キキタン君をはまった。実践に参加した着炎は、またんでキタン君を抗議して手をとねたのが魔女鬼だった。そしてここで、勃起なら最初に侵入したキタン君が10万だったと思いますが、他の数字は信じないけど、これは信じなければならないのかそれとも手をとねたのが魔女鬼だったというのがちびになるのか それは破裂したのでしょうかいくつかの計算が可能な点ですあちこちで郡君が北に勝利したという話ですがそれでも北君は押し寄せて会計まで来ましたおそらくここでどんな高木があったのかおそらくいたと思います北君が大表に近づくと共感者が 米馬反韓の陳総健が拍手1万人を吐いて急いで大胸に入り、放射させました。それでこの時までに共感者はどこに主導していたんですか。恩中に主導していたのです。清川町の野沢に主導しながら全体的に君をちぎしていたようです。それています。会計が危険だっていうので、自分が今持っている軍隊の中から一巻に送って会計を守らせます。 東北面病町これは向こうです。東北面の方ですから、省令の中の周りの外にいた。それは軍隊です。ここからも三千三百人を対別に送ります。それらを合わせると、一万三千三百人が大業を守ることになりますね。この高木で、氷君が北の攻撃を背負います。成功した逆に、攻撃に失敗した北君が。 君を引いて帰ることになりますこれを長官さんが起死休止500予想の勘を得たそれで我々が交代していた鬼炭君はその後の2月に鬼畜を通過した時や我々が知っている鬼畜の戦いがここで起こったこれが起こるんです長官さんなどが鬼畜の風の境界で鬼炭君と戦っていて勝敗が決まらず 中船が君を履いてそこに来たんですこの君は誰かというとアンカンさんが執教を守るように派遣したその軍隊その軍隊が執教からこの君を追いかけて捕まえましたこちらに来ていたんだでもその時突然何かから血みにフーゴが吹いたんですその時は2019年でしたか1月です1月は一般的に歯が倍から桶吹きます は向きが変わったとき、木馬抽選が男から追いついてきて、木塾で戦おうとしていました。のこから見えとくじが変わり、木が身を刺しました。視覚な対戦を思い出さないですかそのような気持ちも、そのようなことも起こりました。木な,なんかを風に向けた味方が、その誓いで勇気白になって激しく攻めたため、両の軍隊は地平退却しました。倍に逃げ始めた、美化が追いかけた、 サネを渡って排泄船に着いたところ、チェルトップコ、ポロ、ノエカン、ガ과낙타、カボ、무기를사로잡았습니다。あかかうことができた人は数千人だけで、これほどハインゴプが深刻だったことはなかった。이것은귀주대첩에대한記録입니다。このようにしてカワカンさんはフーコータの大整理を収めた。その時、 年齢は自然と椅子に年を取り二水になったこの記録のあとには高立地にこのような言葉が続きます決体の知らせを聞いて老いに借り小村寮に知者を送り私が知を軽視して深く入り込んでしまいこんな状況になったんでどうやってあなたに会おうというのか私はあなたの顔の癖を脱ぎその後に殺すつもりだそうした。 それが確認されるが両両直の記録にはこのような言葉はないハクペクは確かにハクペクだが両側ではどうだろうあ<ー>実際に記録を記録しなかったのかまたは高齢化がこの生理を少しあおんげさに記録したのかまたは両方でしょうさてここで一つ 確認しましょう。重要な問題があります。上官んにあいられた蝶軍が小村寮かということです。なぜ私はそれを超限霊と呼ばずに、勝敗がと呼ぶのでしょうかそれでは、超限霊と消費がはどのような関係なのでしょうかまず結論から言うと、記録のどりであり、消費圧が正しいです。それと、小存流と消費圧はどのような関係ですか消費圧は。小存流の胸です。のでこの二人に関する記録は、 光を置く側には詳しくなく両両側にあります漁の歴史記録です日漁によるとここに勝敗月の劣化がありますこのように写されています勝敗月はつまりあの皇帝の幾夫という意味です勝負法の子孫です氷の訴訟はあ高校生だと申し上げました 海中は余裕をしており、その子孫たちです。この装やつについて、요사は이렇게평가했습니다。전략이많고、技사、丸太技は、활装技へ、紅粛、削습니다。言うならば、ハサも上手で、戦略もあるから、妙長だという評価です。前四年に、地球団と、加賀が戦争して、その高いで、全言の湯毛毛というものを結びました。 主爆屋が歯深い君を履いて、奥と戦います。大が繰り広げられました。その前に、八海が滅亡し、八海の君が北に入ったんですよ。この八海の君を履いて奥と戦いました。うの目器が成立しなかった。つまり、兵部の財産。フィブと南部、非面間と南面間、死人的な体制を持っていたが、このフィブで最高になった。つまり、あの、この攻撃をかなり認められた人物です。その記録はこのように続きます。 1010年に氷の侵略にも参戦した。氷を直接攻撃してきた領の長上の時あ、その時も小兵奴が戦に参加したんです。数千の速度で突き出す。その階層は全て氷の軍人の。それは手です。氷のピエイチ祖先人が訓練された。階級に入って階級を略奪することも小さな戦力品です。この時、階級は全部燃えます。妥協がもう王道を買い、こんな こんなに主がいない場所に、両の君が侵入して略他したんですが、その主義がまさにこの交尾活です。しかし、ケ理リー前自発年に、ビジュアル。こ校での運びはこのように記録されています。さあ、この漢文をそのまま私が翻訳してみます。効力を再たたびセーフした。売景に知ってこの主体へ、逃げ、さにった軍隊を入って略他しに、 立った。これは仕事とは少し違いますね。でも、自分たちに都合のいいように記録されているんです。実際は背景が書名を落とせずにあられて帰ったけど、略として帰ったと記録されています。だたい以降、いこたきゃたかとこの訓の名前が記されていますが、どこなのかは確認できません。この子は渡る時。 あそこ「三狩りの一区でソベアップが突然武器を捨てて逃げてしまっただから一致に救いたんだ」このようにとても冷静に記録されています数千人しか残っていないまたは焦燥が私の顔の背をふがすなどの話はそんな話はないと考えています衝撃を最小限に抑えるために仕事を少し隠して。 最近はこういったマッサージをしていると言われていますそれが私が小さいボトキについて語った内容ですだから三、うん、回目の選考で買い返し帰ったとはっきりしています医療者は引き続きそんでもそれを興味として捉えていますソベアプと修正して話していますがではソソンリョンはどうなるんですかソソンリョンはソベアプの地ですその名前はハンドクですその人の子は少々的と尊霊です 名前は何主には何というの名前が孫明で私たちは曹孫明としてよりよく知っていますね少曹の娘と結婚して嘘になります豪邸の嘘この人が第一信仰のここに降りに来ました別蝶と金前にある古藩霊はその地だと記録が簡単にありここに何が書かれているかというと その時、氷が教区しなかった。恒的、顺灵。皇帝の命を受けて、君を吐いて、その変書を略致しました。帽子、帽子は、長宗の名前です。古矢へ、宗宗皇帝が두려워하여、상표を올려、한복を청えたとは니다。これも嘘です。声優と決闘をし、効力は この 기단이 したことがありません自分たちの方法で 상표를 올려 항복을 청했다고 되어 있습니다. 이 기록은 우리가 주의 깊게 읽어야 할 것입니다. 근이 我々の氷史も周りで読んでみるべきです。同じように使用されますから、これを対象的な空間のどこで歴史的な真実。見つけなければなりません。カンカンチャン장군に승리하여、ポロは노행물을바쳤고、ワンンンチに영파역까지나와영접했습니다。영파역은지금까지、ウボンという場所は、開港から廃道にかなり弱いところです。 要はそこまで追いかけてご召喚さんを教員に引き連れてありがとうございます2つの点を結びつけて「ファイヤー勝負」た今で作った6つの話を身につけて召喚に頭に刺してあげましたそれを直結やるのは昔のこと本当に珍しいことですこれがどれほどが無めだったかこの処理がどれほど敬運なことだったかを考えてみてください これが推測できるででしょう。これで終わったわけではなく王は果樹手で召喚者の手を取り言う手で9倍を持ち驚きと張さんの言葉を覚えみなく述べましたこの,このトラウマから何かうまく表現しなければなりませんね無さえないならそうしないでください敬意を表しましたついににその役のにをヒューニー役役を変更しましまた。以前は4%焼きでしたがここはウィガヒュナン役となりました 役の名前をヒュン・キに変更しその焼きでうがく人々に艦隊を中義しました「勘帽子」防止「台」これが今「勘服」という意味ですでもこれをするところで千くて与える氷の新聞地が一度話をしましたが「焼き」というのは少書不幸真意正体、こうして雑多な人々が住む場所で「 ここに住んでいるジョンウォンは一般的な中義の生元とそれは平等ではありません。差別をなくして中辺味のようにするという意味です。おまなきっぽすめん、いいいろんさんをこの四拍何は何もない。はい。真んがそこでカンガムさんをで。で出会ったというその理由だけで。このような特典を 受けるんです今、公銀が生理を収め、私はもうやるべきことを全て終えました。教官さんが町奏文を提出し、72歳の時に引退を願い出たが、有能ではないとして、引き続き飲めさせられました。しかし、昔は70歳になると、どんなに高い地味にあっても、その地味から武くものでした。これをケチだと言います。しかし、私を許さない場合、 王には医療的な介入があります。それは何かっていうと、怪物という意味です。怪物とは、週がけのある椅子です。年配の方ですので、しげちゅんは少し楽に作っていられるようにという意味です。そして、シャンを与えて三日に一度だけ、前に出荷。うん 資金する必要はないだから意識をこない正月に一度だけ三倍しましょう,うそして何かをもっと与えることです地名を上げて、うん、健康民文化実況通内自文化評定自然級健康難実況三百個を加えました 乗船のあ、かっこのかった。これはかなり複雑で難しい説明が必要ですから、いつ別に説明しますが、これはしづらしいことではありません。そしたら、教官さんもまた無理だと、すまにカに一度も難しいです。だから次に地表を提出し、辞任しようとしたら、王が許可した本物の,内容の教師の実況は無敗魔ンです。彼を加えた。 だから73歳で父することになりますこの自治を知識とい言いますねこのように三水から圧迫を続けていますにも離れた後も家でのんびりしていたわけではなく故障に対して何か提案をしているようなものです国の元老になるんですよね陽寛さんは私の主読に消費がありません日が暮れる前に行動を起こさなければなりません棒に消費を助くように頼んだところ 門、うん、はその求めに応じて防火の人に消費を助かしたこの達成をえのんでいる清筆これを外傷と言います感して,いても精神することがありますいや何十三歳で亡くなったでしょう、うん、83歳になって10年後に文化事物に人命されたという記録が出てくるんですがこれはどういうこと 実際に公衆勤務に出勤しているわけではなく、知事状態の監視が公衆勤務になるんです。表教訓の志士で文化実中士になったことを意味します。そして、84歳で都省が気味した時、大夫の党三者大中鮮明暗黒封傷工作となりました。公人特権権協大社寺中典拠勤国家開国後の緊急前行。銀芸をこれにしっかりと入れます。 それで死はこんなに偉大な人物だ。これについては次回説明することにして、こうなったとしばらくして亡くなりました。84歳でした。3日間、朝の会を停止し、任選という事業を下した。大官に命じて葬儀に残裂させ、町民、調査部門の増援の、はい、うん、中央などはすべて、 自中の優秀なチャーに従っていった。じゃあこんな記録で終わりますが、その他の世界のうんこの自社の評価が続きます。このように天はこの民を愛し、国家に災害があめろうとするとき、必ず値高い戦車を。デビューするんだね。千九年と千十年、すなわち菊の紀州年と補助年に。 たたちがが反乱乱をのててて強大な地が侵攻してきて悲しししき悲くも混ま国の運命が危機に起因していた時将校がいなかったらどうやって国を止めたでしょうか。ともは入っては防衛に参加し出ては帝鉱をたぬい災害と文章を平定したそして島を回復しこれにより照明設置と清明が妖艶にちらをたえられたのは天がこの人たちの災害に備えたものでなければ。 誰がこんなことをできただろうかああ声が大きいそれについてここに私たちが知っているまさにその話が出てきます地にゆむにはある父ちゃが深夜の中に実行君に入り大きな形が民家に落ちたのを見て人を送って調べさせたところその家の夫人が息子を産んだ自社が心の中でこれを非常に不思議に思い連れて帰って育てたのがまさに教官さんでしたドデニツォの世界が彼を見て 思わずサロンで文庫系が久しく見れなかったが今ここにありますねと言いましたなるほどそれでですね落コンガタの話さんが落ちた場所で生まれたという話ですよねこれは後から作られたわけではなく小売市に派遣された自社の言葉です骨格の中の伝説あそれに長官さんのレフンにはその子にはヘアヘアが続きますこのように共戦者は 清廉で兼業地とし家の地を固めなかったんですうちの素晴らしい人たちはみんなこうでした若者は家をシェ活する必要もなくみんな洋服に暮らしています景品とは少し違う話ですが権力を利用して透けたわけではありません自分の地域にふさわしい人は相手したでしょうかしかし教官さんのレッタワーにだけ出てくる非常に特別な話があります 体が小さくて顔も美しくありません。イップは汚れてはとく普通の人より良くなかった。体ちあきさく顔がつわい。これは普通では記録しません。本当にこんな人でも話しません。それに、長男茶はこんな話をしました。チェスジョンさん、これはキャスティングがうまくいったんですね。これは外休ではありませんかさて、しかし塩素な顔で茶を汁に立ち、 大事に呪んで政策を決定するときは見た目が阿び懐かしいけれど国の主であり基礎だった武家うだからこそその活躍が強だったんだよ当時利作で民が安定し内外ともに平和だったので町が召喚んの攻撃だと思ってました天の強みは多奇襲体制を成し遂げました。それだけではなく 民衆から愛された将軍であると言われています。です。国がうまくいって人々がこれを全部強行軍のおかげだと言っています。長官さんのおかげでこんなによく生活できるんだと思っていたんですよ。民衆に愛された将軍。これは私にとって何よりも重要だと思います。退屈して官知を指し長男側の別町に戻り楽しい交換になりました。小麦と終戦期を集めました。 分んちまったということですがこれは今伝えられませんさてそれで感動的な問題が生まれます高官さの伝説持ちが落ちた落成台の伝説ですがこれ以外にも高官さの伝説はいくつかありますさて出世の話死が落ちてこれ以外にもこんな話があります表恐怖がす素晴らしい夢を見ました また、バージョンによっては異なる話もあります。あ、家達への父親は素晴らしい息子を持った目に多くの努力をしました。まあとにかく服のどりがあり、本部に戻る途中でイイこんな心がけだったでしょう。こ野の,の女性とくやって突然関係を持ったその生まれた子が召喚さんでした。 不思議ですよね。でもこのような話は子息や未人の出世伝説によく登場する何か特別なものです。誕生だったこの話をする時くどのような女性が登場します。成長する過程でもこんな一話があります。古典生は顔が非常にハンサムだったので大きなことができないって言って天皇を呼んだんです。顔を少なくして自分から中南になったあ。完全にこの春の春寒さを その逆に利用マイナンで大きなことができないといやこの人どうしたらいいですか大変なことをしていますある日もなその父親は友人の娘の結婚式に行く際自分の息子康寛さんの顔があまりにも臭たいため連れていかなかった教官ちゃんがこっそり結婚式に行って新郎になりすまししかし新経機を排除しました新郎が実際には人間ではなかったことを見つけて排除しました このような得意な才能を示しました。一致についてから少年主人として参任した地位、不可たちが弱いとからかったそうです。神宮に置いた協力地。みんな、その白の血を全部血の中に入れてみて。そうしたんだって。それができないと、たった一年ぐったら白の血をさえ尺の中に入れられないなんて。二十年も買った主人を、あお前たちが衆に入れようとしてるのかと思って谷を変えた。 しかしこれは歴史的な仕事ではありません。長官さんが何歳で急承知したと思いますか三次流歳です。ススこの題名は作成できません。長官さんがある村に布陣したシー、カエルの声があまりにもうるさくて管理たちにおもりを書いてあげました。水銀に投げたらもうカエルの声が聞こえなかった。それに文を下したり、液を下したり、黒から落ちてくる涙を手で振ったという様々な 説があります何か特別な個性を強調していますね。しかし実際、実は元々この話の主人公,でした主人公が召喚さんではなかったでしょう。この話にはもともと別の主人公がいたけれど、その名前を取り付いて召喚さんを加えたのです。私たちの水不安シリーズはこの時、共感像シリーズどうしてこんなに多いの。だから、共感さんが民の愛を受けたからです。再平原子が国民の福ですよね。 国民からの愛を受けるから再平権シリーズが作られます常鎮シリーズがこのように作られましたこのような伝説の中に少し個体な話がありますこれは隆起草下に出てくる話です隆起草下は朝鮮初期の証券がさのまな記録や話を集めた本で小売時代の教官さんが官用反官になったことが書かれていますその当時官用でも日が多くて 管理と民がたくさん集まっていました。心配しましょう。キム、ソウルです。ソウルの氷時代には谷が多かったんです。だから寛容の女性たちが今、ソウルの市場ですね。心配しましょう。それは簡単な仕事です。3日、私に待ってください。私が全て解決しますと言って、墨に書きました。手紙を書きました。会への手紙を書いて、こんな風に巻いて、明日の朝に始ましてあげてください。 あちらの貝の地に行けば老いた僧侶が顔に作ってるでしょうその人を呼んで連れてきてくださいだから一人が今長官さんが言った万部署に行った死に数しい服と白い筆で作られた刀金を夜明けの後に身をかぬけながら顔に作っていた年老いた僧がいてその僧が地位に手紙を渡すんですこの文章をこんな風に広げてみてそれに従って半官長男さんちはただ頭を下げただけだった そうしたら教官さんが突然その僧を見て持った死はものではありますがそれでも精神を持つ存在ですどうして人を散々つけるのですか部にを約束するからみすぼらしい集団と一緒に他の場所へ移動してくださいそうでなければ全てチェキでケアクロしますという話を聞いたらその僧侶は突然頭を下げて決まったそうですだからそれを隣で見ていた封印が途絶えして反感が見間違えたんだとどうして像画法なのか 小寛さんが僧を見て玄の子でかゆい。そしたら、その僧侶は大樹でスケビ、大きな巣に変身して、障害物や主に飛び乗ったそうです。その音が集外まで振動し、夫人はただ驚いて、もう敵がないと。小寛さんがやめろって言うと、もが門の子に乗って僧侶になり、礼儀正しく役るして取っていった。こんなものではありませんかしないでください。待ってください。それは鴨に関するものです。 さあ次の日にドイウンは人を送ってトゥーの教会を調べさせたらロイタタノが先頭し小さなタノが数うし引き続きいて河原を渡りました。この地からソウルには無に触れる心配がなくなりました。ソウル市民の皆さんありがとうございます。この時からソウルのタノはいなくなったと言われています。湘南の官僚に感謝すべきですね。教官さんがいなければピカンさんに行けなかったかもしれません。 だからこそカンナムちゃんのその後の話をしましたがやはり代が低い妻人が教官さんの意向をやらなければならないっていうのが詩の変わらない考えです信じるものです私たちの子で歴史を陰ないでください公力戦争が面白く見えてますね歴史ドラマは歴史ドラマです楽しく見て歴史は歴史です利益をもたらす歴史と共にしましょう 今までいい句順は歴史でした。